これらの過程を経て、新漢帝国が成立するわけであります。清の国は春秋時代、紀元前778年に建国されたと記録されておりますが、清の始皇帝が中国を統一したのは紀元前206年のことです。この清を清の後を継いだ漢は、紀元前206年から紀元後220年まで存続をしております。 このの時代にシルクロードが開けることになります。